こんなに美味しそうなお店を知ってるなんてすごいですね。グルメなんですか？え、そうですか？いや、そんなこともないんですけど、でも喜んでいただけたなら嬉しいです。マッチングアプリ100連敗中だけど、こんなに美人で優しそうな人初めてだよ。これは運命の出会いなのか、それともつつもたせか何かなのか。さ、料理が冷めないうちに食べましょうか。あ、そうですね、そうしましょうか。あ、すごい。どうしました？ナイフとフォークを使えるなんてすごいですね。フランス育ちですか？そうですか？これぐらい普通だと思いますよ、高本さん。もう私の名前を覚えたんですか？すごい、賢いんですね。東大卒ですか？いや、苗字ぐらいはすぐに覚えられるでしょう。それと、日本語お上手ですね。日本に住んで長いんですか？いや、これは完全にバカにしてますよね。さっきから何ですか？誰でも当たり前にできることを褒めてきて、そんなこともできないやつだって思うほど僕のことを見下してるってことですか？そんなことありません。じゃあ何なんですか？自分で言うのもなんですが、私はすごく優しい人間なんですよ。本当に自分で言うのはなんですね。だからみんなに喜んでほしくて、好きあらば褒めたくなっちゃうんです。私はゴキブリにだって優しくできる人間なんですから。それ俺のことゴキブリと一緒って言ってません？そこに気づくなんてすごい、頭いい、池上彰みたい。いい質問ですね。じゃあやっぱ悪口じゃん。私、生き物に優劣はないと思ってますから。それ言われちゃうとな。もっと私に褒めさせてください。私、人のことを褒めるのが大好きなんです。嫌ですよ。あなたの褒め言葉ってなんかすごいバカにされてる感じがするんですもん。それに僕は車も持ってないし、このお店高いから節約するために電車にも乗らずに徒歩で来たような人間ですよ。どうですか？褒められるようなとこないでしょう。すごい、歩いてここまで来れたんですね。右足を出した後に左足を出せるなんて運動神経がいいんですね。青森山田出身ですか？当たり前体操全否定だな。当たり前のことさえできないって言いたいわけ？それに給料も低いし、借金もあるし。闇金牛島くんに出てくる人みたいですね。漫画のキャラみたいでかっこいい。牛島くんの登場人物ほどは落ちぶれてないですよ。あとマッチングアプリだって100連敗中だし。すごい、諦めない強い心の持ち主ですね。今日振られたら101回目のプロポーズを超えられますね。祝武田鉄矢越え。次のまるちゃんの CM 決まりましたね。よっ、次世代の武田鉄矢。顔もほぼ武田鉄矢ですもんね。だから褒め言葉じゃないよ、さっきから全部。バカにされてるようにしか思えないって。無理やり褒めすぎだって。おっきい声いっぱい出せて偉いね。山本太郎みたい。男連邦、一人野党。よしよし、よく頑張ったね。偉いぞ。もはや赤ちゃん扱いじゃん。ママコメかよ。あと俺を野党で例えるな。とにかく俺を雑に褒めるな。もう俺は喋らない。何言っても見下されてバカにされるんだから。すごい。何が？何もしてないよ。さっきから上手に酸素を吸って二酸化炭素を吐いてますね。呼吸するのお上手ですね。行くとこまで行ったな、おい。呼吸するのなんて生き物として最低限度の行為だぞ。どれだけ俺が何もできないって思ってたんだよ。こんな当たり前のことさえできないって思ってたってことか。ああ、わかったよ。そっちがその気ならやってやるよ。やり返してやるよ。こういう当たり前のことを褒める無理やりな褒められ方をしたら、どんだけ嫌な気分になるのか分からせてやるよ。私のこと褒めてくれるんですか？嬉しい。あなたこそ上手に酸素を吸えて二酸化炭素を吐けてすごいですね。なんかそういう部活でもやってたんですか？そうなんですよ。喘息持ちで呼吸がしづらい時期があったんですけど、呼吸法を練習してだいぶ良くなったんですよ。っていうか日本語お上手ですね。日本に住んで長いんですか？親が日本人と再婚して10年前に日本に来ました。日本語すごく勉強したんですよ。あと、ここまで歩いてきたんですか？すごいですね。右足を出した後に左足を出せるなんて。そうなんですよ。昔交通事故にあって歩けなくなったんですけど、何年もリハビリしてやっと歩けるようになったんですよ。え、マジ？もしかして今までのも本当に褒めてたの？本当にすごいと思ったから褒めてました。私にとっては当たり前ではないことなので。でもみんな私と会話してると怒って帰っちゃうんですよね。私はただみんなに喜んでほしくて褒めてるだけなのに。すいません、そうとは知らずにごめんなさい。いえ、そんな。実は私もマッチングアプリで連敗中なんですけど、ここまで会話してくれたのはあなたが初めてです。
だから本当に楽しかったです。嬉しかったです。分かってもらえただけでも感激しました。いや、そんな。でもそれなのに、私のせいで、ごめんなさい。え、これは、何の謝罪ですか？私のせいで武田鉄矢を超えられなくて、次世代の武田鉄矢になれませんでしたから。え、どういう意味？あ、そっか、そういうことか。ありがとう。お互い、今日で連敗が終わってよかったね。ちなみに私の理想の男性は、武田鉄矢です。鉄矢しか勝たん。